このリバウンド勝負アームストロング、名古屋の強みです。いいですね。そしていいイシュマイルレーン、はい、ご覧のように髪の色が特徴的な長谷川がコートに立っています。そこアームストロング、まあ、安藤のところ非常に厳しくディフェンスしてますからね、はい、その安藤3、ああこれはバスケットカウント、若干なんですけどね、こちら、はいはい、若干ちょっと左側に飛んでますよね、はい、うまく決めましたね。名古屋はナイスリバウンドですね。いいですね、安藤の流れるような攻めからのシュート、葛西が3リバウンド、アームストロング腕一本で味方につなげる、木下3コーナー3、岸本選手のように軽めに3ポイント打っていいと思うんですよね、はい、1人使う、冷静に小林亮太、いやよく決めた、残してもう一度外にフル通った、ショットクロック8秒です。遠目からの3、いや決めてきました。安藤の3ファールがあってのバスケットカウント、アームストロング、龍木も戻りが早かった、いやすごい、アームストロングが持っていった、いやこれは、はい、すごいですよ、だいぶゾーンが小さくなりますからね、この後どうするかですね。あとこれはうまくドルフィンズボールになった、そこから安藤、早いところから安藤の3、これが来た、一度龍木を拾ってそれを拾い返した、激しいボールの奪い合い、うわまた安藤が今度はダンクショット、いいと思うんですけどね、はい、おお出てきました、安藤の3ポイント、安藤はこの時間帯も調子のいい安藤が勝てる、さあ残りは40秒、また安藤がこの体勢から来た、